フランクリン・ピアースは、アメリカ合衆国の軍人、政治家、第14代大統領。現在まで、ニューハンプシャー州から選出された、唯一の大統領である。民主党員のピアースは、同フェースであり、上下両院で議員として務めた。米国戦争に従軍し、順位まで昇進した。ニューハンプシャーでの法律業務で成功し、いくつかの重要な地位に就くことになったが、 後に、それを辞任する。その後彼は1852年、民主党全国大会の49回目の投票において、大統領候補に指名された。大統領選挙では、ピアースとランニングメイトのウィリアム・アール・キングは、選挙人団投票においてで自滑り的勝利を収めた。彼らは、ホイッグ党のウィンフィールド・スコット、ウィリアム・グラハムに、一般投票で22万票差。 選挙人投票で212票差で勝利した。ピアースはその外見と人当たりの良い個性で多くの友人を作ったものの私生活においては恵まれなかった。大統領としては米国史上最悪の大統領の一人として評価される。彼はカンザスネブラスカ法を支持し水売り協定を撤廃、西部において奴隷制度を拡大することについての議論を再開したことで 北部における人気は急激に低下した。数名の外交官がオステンドマニフェストを発行するとピアースの信用はさらに低下した。歴史家のデビッド・ポッターはオステンドマニフェストとカンザス・ネブラスカホがフランクリン・ピアース政権にとっての二つの最悪であったこの二つが世論の批判のなだれを招いたと結論付けた。ポッターはより重要なことは彼らが 政治的協議として永久にマニフェストデスティニーと国民主権を信用しなかったことだという。ピアースは党に見捨てられ、1856年の大統領選挙では大統領候補に指名されず、ジェームズ・ブキャナンが公認として民主党候補に指名された。党の指名を失い、妻が1863年に死去した後、ピアースは余生をアルコールとの戦いで費やした。 南北戦争において連合国の支持を表明すると彼の評判はさらに低下した。そしてピアースとジェファーソン・デイビスとの指針がプレスによって公表された。彼は1869年に観光編のために死去した。フィリップ・クンハートとピーター・クンハートは多数の歴史家が述べた視点を反映したドキュメンタリーを制作した。ピアース大統領は 自身の短所を理解していなかった善人である。彼は本当に信心深く、妻を愛し、妻の方法に適応し、妻に真の愛情を示すことができるように、自身を再構築した。彼は、ニューハンプシャーで、最も人気がある男性の一人であり、礼儀正しく、資料深く、政治ゲームに熟達していた。そして、魅力的で、素晴らしく、ハンサムであった。しかしながら、 彼は臆病で変わっていくアメリカ社会に対処することができないと批判された。フランクリン・ピアースは1804年11月23日にニューハンプシャー州ヒルズボロのマルタゴヤで生まれる。19世紀に生まれた初の大統領であった。出生地は現在フランクリン・ピアース湖の底となっている。父ベンジャミン・ピアースは 開拓地で農業を営み、アメリカ独立戦争時には、州民兵の司令官を務め、ニューハンプシャー州知事を二度務めた。祖先のトーマス・ピアースは、イングランド、ノーフォークノのリッジに生まれ、マサチューセッツ湾植民地に入植した。母親は、アンナビー・ケンドリックであった。彼は八人の子供の五番目であり、四人の兄弟と三人の姉妹がいた。 バーバラ・ピアース・ブッシュは、ピアースの遠籍にあたる。ピアースは、ハンコックとフランセスタウンの専門学校に入学した。その後、フィリップス・エクセター大学進学予備校に入学し、1824年に、メイン州、ブランズウィックのボーディン大学を卒業した。彼は法律を学び、1827年に、ヒルスボローで、放送会に入り弁護士業を始めた。 1829年から1833年まで、州立法議会のメンバーで、1832年から1833年まで、議長を務めた。その後、第23と第24議会への民主党議員に選出された。続いて、上院議員に選出され、 1837年3月4日から1842年2月28日まで同職を務めた。彼は第26議会で年金委員会の議長だった。上院議員職後、ピアースはコンコードで法律業務を再開した。彼はニューハンプシャー州の地方検事でジェームズ・ポーク大統領によって任命された司法長官職を断った。 米国戦争が始まると大佐として従軍し、順将に昇進した。1850年には、ニューハンプシャー州憲法制定会議の議長を務めた。ピアースは、民主党候補として大統領に選ばれ、1853年3月4日から1857年3月3日まで、在任した。公師に渡たり不遇で、子供は3人いたが、いずれも早くに亡くしており、 また大統領就任早々に副大統領も失っている。民主党の使命を失った後に、彼は酔っ払う以外に何も残されていないと冗談を言った。極度のアルコール依存に陥り、1869年10月8日に、観光編のためコンコードで死去し、古い北の墓地、マイナットインクロージャーに埋葬された。ナサニエル・ホーソーンとヘンリー・ワーズ・ワース・ロング・フェローは、 ボーディン大学の親友だった。このことから、歴代大統領の中で一番の文学、愛好家だったとする評価がされている。妻ジェーン・アプルトンは、ボーディン大学学長の娘だった。夫の大統領就任以前に二人の息子を幼い、うちに病気で、相次いで失い、大統領当選後、就任2ヶ月前に、息子、ベンジャミンをボストンからニューハンプシャーに向かう列車の、 脱線事故のため、夫妻の目の前で亡くした。ジェーンは元来大統領選挙出馬に反対していたが、この事故について、神が夫に国務に精霊するために求めた犠牲と考えた。そのため、ジェーンは、ファーストレディの仕事に、全く関心を持たず、就任式にも出ず、終始も服で通したため、ホワイトハウスは葬儀屋のようになった。祝宴が終わった後、 大統領は真っ暗になったホワイトハウスの中で秘書一人を連れてろうそくの明かりを頼りに2階の寝室にたどり着いたと言われる。このためファーストレディの代理は大統領のバービー・ミーンズ夫人が務めた。身長は5フィート10インチだった。ありがとうございます。